こんにちは。1997年、当時14歳だった少年が小学生に次々と襲いかかり、被害者の一人である男児の頭部と犯行声明文を自身の通う中学校の校門に放置するという非常に残忍な事件が起こりました。犯人である少年は犯行声明文にて自身を榊原生徒と名乗っていたことから、本件は後に榊原事件や榊原生徒事件と称されるようになり、後年は少年法改正のきっかけになるなど、忘れてはならない少年犯罪史の一つとして語り継がれています。ということで今回はそんな榊原生徒のクラスメイトを名乗る人物が突如2チャンネルに現れ打ち明けたもう一つの事件や榊原の人物像、事件後の様子など生々しい裏話の数々をご紹介していきたいと思います。では行く。榊原の同級生だが、2020年7月、2チャンネルにて、突如、榊原の同級生だが、というタイトルのスレッドが立ち上がりました。スレ主は、同級生みんな、当時の観光令守ってて驚くわ。未だに当時の話漏らすやつおらんね、と切り出し、結局報道されなかったけど、事件がもう一つあるんよな、と、事件前に榊原による同級生襲撃事件があったと告白しました。しかし、他のユーザーたちは、榊原が元少年 A の名義で出版した書籍、絶歌を読んでいるのか、在日という噂はデマなのか、もともとおかしいやつだったのか、といったスレ主の持ち出した話題とは異なる質問を次々と浴びせます。そこでスレ主は、書籍は読んでいないと述べ、在日という噂に関しては、神戸って在日3世のことか多くて、追ってもあんま気にならんかった、と答えました。そして、榊原の人物像に関しては、おかしいというか、今で言う黒歴史いっぱい持ってるイキリオタクって感じ、と語り、榊原が小学4年生までは人気者寄りだったことや、スレイヤーズというライトノベルにハマって以降はオタクっぽくなっていった、嫌われるとかより浮いてたのと、虚言癖ありすぎて友達いなくなっていった感じやな、と明かしました。また、事件が発生した当初、普通に生活していたのか、という質問に対しては、まあぶっちゃけお前やんって感じやったで、みんなめっちゃ探り入れてたしな、と答え、榊原は逮捕に至る以前から同級生に怪しまれていたことが伺えます。そして、そんな榊原は逮捕後の報道で、かねてより野良猫の命を無理やり奪っていた、といった異常性を指摘されていたため、他のユーザーは榊原の行動にトラウマを持っている人物も多いのか、と問いかけるのですが、スレ主は、これは言いにくいけど、猫殺しはあいつが最初じゃないんや、上級生が流行らせて山で悪い子などがよくやってたんや、と当時同じ地域に暮らす人々にとっては報道で語られているほど衝撃的な行動ではなかったことを明かしています。また榊原が暮らしていた神戸市須磨区は当時須磨ニュータウンとして開発されていた地域で、近隣地域に生まれ育ったという他のユーザーからも、神戸では他のニュータウンでも山で動物殺す子多かったらしいな、高校でよその奴らとうちにも榊原そっくりのやつおるって話してた、と語られるなど、榊原のみが異常な人物ではなかったという事実が浮き彫りになっています。しかしスレ主本人は、関わりがなかった、グループが違ったしな、などとコメントすることで榊原本人との交流を否定しており、野良猫殺しなどの問題行動にも関与していないと述べています。そのためスレ主は、榊原の成績は覚えていないが走るのが早かった、美術の授業でタペストリーを制作する際にスレイヤーズのキャラクターを模写していた、といった断片的なエピソードを繰り返しています。そして他のユーザーからの、同窓会とかどうしてんの、という質問に対しては、同窓会一回もないわ、と答え、神戸市とか住んでても何もないからな、地元の友達誰も残ってへんわ、と現在では地元の人間とも関わりがないことを記しています。もう一つの事件、ここで話は戻りますが、スレ主の切り出したもう一つの事件において、榊原は親友とゲームソフトを返したか返していないかという内容で喧嘩に発展し、公園で襲撃事件を起こしたとのことです。しかしスレ主は襲撃事件に関心を寄せるユーザーたちに対してボコボコにしたんや、と語ったのみで、とあるユーザーがナイフとか持ってたんか、結構怪我したりしたんか、と詳細を質問しても、そこまでは知らんな、と答えるのみでした。そのためあるユーザーは、そんな気違いだったら学校で絶対問題起きるだろ、と指摘するのですが、その一方で別のユーザーからは、お前らよくこんなホラ話に付き合ってんな、といったスレ主の正体を疑う声も上がります。また榊原の写真を掲載してほしいという声も上がるのですが、
鶴虫は母親が処分した卒業アルバムに榊原本人の名前や写真は載っていないと述べ、今なら親の気持ちなんかわかるわなどと付け加えたため、さらに釣り疑惑が浮上しました。しかし鶴虫は榊原に関する話題をやめようとはせず、他のユーザーからの榊原は普通の少年って感じなんやろかといったコメントに対して、なんか今思うと普通のやつなんやろなって思う、今の陰キャがネットで生きるのも現実世界でやっていたと述べ、次第にニュータウンという特殊な地域性が榊原の強行に少なからず影響を与えたのではないかと考える人々の意見が飛び交うのでした。ニュータウン。鶴主は榊原生徒という殺人鬼を普通のやつと称しましたが、もちろん中には動物殺してたやつが普通の学生なわけないといったコメントも寄せられています。そこで鶴主が、当時のああいう街ってそういうのがあったんよ、伝わらんと思うけどと返信したことで、今度は鶴主が榊原本人なのではないかと指摘されました。ですが鶴主や鶴主の意見をフォローするユーザー曰く、1990年代後半当時のニュータウンと呼ばれる山林を切り開いて新たに開拓された街では、中流家庭が集まる代わりに地域の連帯感が希薄となっていたことから、問題を抱える子供が集まりやすい環境にあったそうです。しかしニュータウンという地域性に、いくら他の街とは異なる性質が含まれていたとしても、榊原の起こした事件や事件がもたらした影響はあまりにも取り返しのつかない事実となっていることから、あまり説得力はなかったようで、スレッド内では続々と新たな話題が切り出されるようになり、それと同時にスレ主への疑惑も増えていきました。疑惑のやり取り。スレッド内に人が増え、様々なコメントが増す中で、とあるユーザーが榊原を、あの顔って意外と老けそうにないとコメントしました。するとスレ主は当初、同窓会は一度もないなど地元住民との関わりを否定していたにもかかわらず、ワイも同級生もあんま顔変わってへんしなと返信しました。するとあるユーザーが、榊原事件が起こった当時はバタフライナイフが流行っていたとコメントすると、スレ主は一番の原因はジャンプの巻末通販広告やろなと述べ、榊原が愛用していたエアガンは丸井のコッキングオートマグなどと詳しい情報を語ったことで、本人感が漏れ出していると再び指摘されます。そこでスレ主は、それは狙ってないし違う、思い出せること書いてるだけやと後付けをしているものの、友達の銃の名前まで覚えてへんで普通と意見され、それはお前がエアガンごっこのグループに入らんかったからやろなと言い返しています。しかしその後も別のユーザーから、改めて榊原との交流を聞かれると、榊原からゲームを借りたことがあると語るなど、急に榊原との思い出を語り出す行為に疑問が浮かびました。そうしてあるユーザーが、なんでスレ立てしようと思ったんと質問すると、なんとなく眠れなくてと答え、本スレッドが立ち上がったことを重大ニュースのように受け取っていた別のユーザーに対しては、しょうもないことしか言ってへんけどなと告げ、仮に榊原本人が見てビビるとしたら、ゲームソフトの件で襲撃事件を起こしたエピソードのみと軽く捉えているような発言を残しています。事件当時の様子。神戸連続児童殺傷事件が起きた当時、榊原の通っていた学校や周辺地域にマスコミが殺到したことは想像に難くありません。そのため周辺地域ではマスコミに抗議するための住民運動が起きていたほか、マスコミによる電話や自宅訪問が繰り返されたことで、保護者が怒りをあらわにすることもあったそうです。またスレ主の母親は、連絡網の電話で事件の知らせを聞いた際に反響欄で号泣していたらしく、スレ主は事情を耳にする前から母親の姿を目の当たりにして号泣したと述べていることから、事件当時の近隣住民らがどれほどまでに混乱していたかが伺えます。そしてさらにスレ主は、あるユーザーから当時の担任教師の反応を問われた際に、覚えてるけどちょっと言えんなとコメントを控えているのですが、不謹慎やけど担任の反応とか見ててワクワクしたという質問に対しては、正直言うと非現実にワクワクせんかったといえば嘘になるな、台風の夜中の NHK 見てる時の感覚やと胸の内を明かしています。またクラスの女子の反応については、先生などの異常な様子にホラー映画の中に入ったみたいやった、怖かったなと述べており、榊原事件に巻き込まれた第三者ならではの生々しい心境を垣間見せています。事件後の人生。
事件後、高校に進学したスレヌ氏の周りには、お前、榊原のオナチューやんな、と集まる生徒もいたそうです。そこで騒ぎを聞きつけた高校のラグビー教師は、傷ついた奴の気持ちになれ、と怒鳴りながらスレヌ氏に群がる生徒たちへと殴りかかるのですが、この時、どさくさに紛れてスレヌ氏も殴られたそうで、スレヌ氏はこのエピソードを、コピペのパクリちゃうで、と書き残すなど、一つの面白いエピソードとして打ち明けています。そして、スレッド内で2016年に週刊文春がリークした当時33歳の榊原生徒が走り出している写真が掲載されると、この走り方面影あるな、ほんまこいつ俊足やったからな、などとまるで笑い事のようにコメントしました。そんな榊原の写真が掲載された記事によると、榊原は取材を申し出る記者たちに怒りを示し1キロ近く追いかけ回したと記されているため、スレヌ氏が榊原本人であればこのような自虐的な書き方はしないのではないかと考えられます。そうして2020年7月1日の午前0時5分に立てられたこのスレッドは、約1時間半後となる午前1時36分にスレヌ氏からの、ほなワイはそろそろ寝るわ、すまんな、子供が安全に過ごせる世の中になってほしいね、それだけはほんま、という言葉を最後にスレッドは進展を見せていません。そしてスレヌ氏の退場後も榊原本人を疑う声が多く寄せられているほか、そもそも無関係の人が注目を集めたくて立ち上げたのではないかといった疑問も残っているのですが、真偽は謎に包まれています。ですがスレッド内には、ある日突然第三者として事件に巻き込まれてしまった人物がゆえの言葉と思わしきコメントも数々残されていることから、スレヌ氏が書き残した子供が安全に過ごせる世の中という発言には、スレヌ氏の本当の願いが隠されているのかもしれません。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見ていろんな角度から意見を聞いてみることは大事かもと思った方は、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。最後まで動画見てくれてありがとうございました。終わり。はい、賢者なんですけど質問です。車の運転されますかっていうことで、ありがとうございます。車の運転はしますね。前はですね、そこまでする機会なかったんですけど、まあ最近というか、まあ近年、スノボー好きになったりとか、ボルダリングしに山に行ったりとかするってことで、まあ遠出をよくするようになって、長距離運転めちゃめちゃ慣れましたね。なんでもう今となってはまあ200キロ圏内ぐらいとかだったらもう結構楽勝で行けるぐらいの感じですね。にまで成長しました。